どうも、ナメコです。西へ爆心中のオプ主。デンバー到着の模様をお伝えするぜ。それでは、ゆっくりしていってね。現在8時30分。あと20分ほどでデンバーに到着です。乗車18時間で、ここまで来たぜ。ここで簡単に、デンバーについて紹介しましょう。コロラド州最大の都市、そして州都でもあり、アメリカ西部有数の世界都市でもあります。人口は63万人。標高が約1マイルに位置することから、マイルハイシティの愛称で呼ばれています。歴史的には、農業において重要な平原に位置することから、平原の女王都市とも呼ばれています。産業は、古くは豊富な鉱産資源を生かした精錬所と、農牧業の発展による食肉加工業が盛んでしたが、今日では優れた居住環境から、エレクトロニクス、半導体産業の進出が目立っており、シリコンマウンテン、とも呼ばれるハイテク工業地域を形成しています。また、山岳リゾートの拠点としても発展しており、観光都市としても注目を浴びています。観光地としてはピンとくるものがないぜ。そして、岐阜県高山市と姉妹都市らしいです。それにしても隣の貨物車、長いな。さっきからずっと続いてますからね。数えてみたところ、約70両でした。長えー。機関車も3両の30連です。これがやっと戦闘車両か。ここでデンバーユニオン駅への入線について説明しましょう。デンバーユニオン駅は、投炭式ホームです。イタリアではほとんどの主要駅が、投炭式だったな。なので、そのまま頭から突っ込むと、バックで発車しなければいけません。なので、一度駅とは逆方向に進み、推進運転、バックでホームに入線します。ただいま、進行方向を変えるべく、急カーブ中です。超ゆっくりだぜ。戦闘車両が見えるぜ。超かっこいいぜ。ホーム入線のため、推進運転となりました。画面右手には、さっき通った線路が見えますね。
地味に推進運転って言葉。なんかかっこいいぜ。そうそう、前回の動画で、早く展望車に行かないと、座る席ないぞ、ってコメントをいただきました。皆さんよくご存知ですね。そうなのか？はい、このカリゼファ号の一番の目玉は、このデンバーを出発して、ロッキー山脈を駆け上がるところです。なので、そろそろ展望車の席をキープしに行かなければいけません。なら、早く行こうぜ。行きたいのは山々なのですが、このデンバーでしばらく停車するので、カリゼファ号の全体像とか、戦闘車両を見に行きたいんですよ。悩むところだな。結局、自分の部屋からも景色は見えるしってことで、この時点では展望車には行きませんでした。結局、デンバー発車直前に行ったら、運よく空いてる席あってラッキーだったぜ。90分遅れで、デンバーに到着しました。早速降りるぜー。カルロスに停車時間の確認です。へぇ、カルロス。何分間停車するんだい？ 15 分停車するさぁ。先頭の機関車、見てくるがいいさぁ。マジ、かっけぇさぁ。停車時間の確認ができたので、先頭車両に行ってみましょう。ちなみに、本来の停車時間は50分間です。食堂車の横を通過中だぜ。キッチンだから窓がないぜ。食堂車の前は展望車。外からでも、窓が上まであるのがわかりますね。この車両と前の車両は、普通車だぜ。
これが貨物車。そして、機関車のお出ましだぜ。2両の10連で惚れ惚れするぜ。右手にはアメリカ版カメ子さんがいるぜ。そして、こちらがカリデファ号のご尊顔。マジかけー。どうやら運転手が気をつかせて、ステップと鐘を鳴らしてくれたようです。粋な計らいだぜ。うぷ主、めっちゃビビってたけど。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。